です。怖いな。いや、かわいいな。次はまだにあげよう。やめだ。はい、やめだ。うん、やめだ。やめだ。バジルってさ、枯れねえのかな。いつまでたっても。枯れる気配ねえんだけど、こいつ。でこれ昨日つけといたやつ。この椎茸ね、日本で一番うまいんじゃないかな。ゴーゴーヨナゴー最悪。ああ、山田と遊んでたら携帯バリンバリン言われたわ。終わった。めちゃめちゃ綺麗。さっきより薄くなってるけどわかるかな。よし、これ昨日お客さんからもらったお菓子だね。これはね、なんかこの島のちょっと伝統的なお菓子だね。誰もが想像した通りの味するな。メッシュ。おー、いいぞ、だいぶでかくなってきた。今日ちょっとこのさつまいも、もうね4ヶ月ぐらい経ってると思うから、こいつを、まあ、ちょっと試し掘りというかね、どんぐらい育ってるのか抜いてみたいと思います。ん？もうこれさつまいもか。これ傷つけちゃったけど、ほらここからついてて普通に根っこかなって思って。形がキテレツなんだけどあっ、いやマジでひょうたんみたいについてたんだな。これめっちゃ可愛くね。かなり小さいね。もうちょい埋めつてていいね、この感じだと。今日のところはちょっと試し掘りなんで、こいつだけ。ちっちゃいさつまいも取れたわ。ダイヤです。かす巻き芋茶、これうまいかなあんま甘くないな。集落の人にもらったさつまいもはね、もっと甘かったから、あんま栄養が入ってないのかも。芋って感じ。サウナ小屋用のセメントを買ってこようかな、今日は。やばい、全く分からない。どんだけ種類多いのこれ。この辺もなんかいけそうで、ま、これでいいか。298円。3パックで1080円360×3 で1080じゃね。何も変わらないじゃん。味見させてもらえる。うまいな。そうですか、よかったです。これが一番いいんですよ。これを 100g 生イカキムチ。はい、どうもありがとうございました。キムチ想像の2倍高かったけども、試食したらね、うますぎた。なんか今見たらあれだな、隙間がね、このめちゃくちゃ狭いから、このコンクリートっていうかセメントをね入れるのに、なんて言うんだろうな、チューブみたいな、なんていうの、こうやって先っちょ細く出るやつがないと。豚キムチ、米。こぼしすぎだろ。味噌、豚キャベツ、きのこ。よいしょ。ちょっと待って、エンジンかかんねえんだけど。なんで。電気がつくんだけどな。ガソリンスタンドに電話したんだけど、もう整備工場出さないと治んないんじゃねって言われて、うん、明日あたりちょっと電話してみます。以前にも増してこぼれるな。米、納豆、漬物、イカキムチ。880円はやりすぎたな。最近イタチのうんこ多すぎるんだけど、至る所にある。トイレになってんだよな。自動車の整備工場のとこに電話して、今から来てもらいます。うん、距離何キロですか？距離14万キロぐらい走ってます。確か14万キロ結構走ってますね。そうですね。タイミングベルトとかを変えられてるんですかね。ですよ。はい、よかったら、はい、牽引していって、車がどっちみちの連携工場まで持って行ってですよ、はい、これ自分で変えられたんですか？あ、いや、今村商店さんですか、ガソリンです、うん、なんか発電するとこのなんかベルトが切れちゃってるみたいで、発電できなくなってたみたい。ちょっと暇だから友達からもらったこの石で石焼きバーベキューでもしようかな。今日の飯ども、きのこ、肉、卵、缶詰、塩、油しいとこちゃうか。おお、秒じゃんこのクソデカきのこ。いけるよな。いや、あきあきだわ。うまい。なんかキノコ時間かかるから先焼いてくわ。いや、今裏回ってみたらさ、この岩の裏側が剥がれてるね。なんかさっき変な音したなぁと思ったら、この辺が剥がれてるんだろうな。こいつの寿命長くないなめっちゃいい石なんだけど。きのこバーガー。あっぱい。うまい。締め。うまいけど上の方はあんま温まってね卵バーガー。暇散歩。これは箱罠だね。やっぱいるんだろうな。奥の家が我が家。なんもなさそう。見て階段ついてる。誰も降りねえだろここは。ナイススポットだな。